こんにちは、オンチャンネルです。ガブティラでカーニバルは全充電池の音声確認に対応してるってことなんですけど、僕の持ってるスペシャル充電池とか限定充電池とか、このあたりの音声にも対応してるかどうか確認してみたいと思います。ちなみに僕が持ってる特殊な音声が出る充電池は、この全充電流の名前を言うデラックス充電池と、プレゾーの初回限定でついてきたスペシャル充電池と、恐竜ジャープレミア発表会限定のスペシャル充電池、それと充電池ボックスについてくるスペシャルブレイブ充電池です。この4本が特別な音声が出るんですけど、この2つのスペシャル充電池は音声が同じですので、今回はこの3つの充電池で試してみたいと思います。ちなみに3本とも個別で音声レビューはしてますので、詳しい動画は下の説明文リンクに貼っておきます。ではまずスペシャル充電池から。ガブティラだと恐竜レッド、恐竜ブラック、恐竜グリーンなど5人の変身後の名前を言ってくれますね。どんな音声が出るんでしょうか。いきます。まさかの恐竜レッドとかじゃなくて、桐生大悟っていう変身前の名前を言いましたね。あ、やっぱり音声違うんですね。ちなみにこの状態でトリガーを引くと、特に特別な音声はならないです。続いてスペシャルブレイブ充電池。ガブティラだと恐竜の説明をしてくれました。3本の仮爪をとか、そういうやつですね。どんな音声が出るんでしょうか。なるほど。恐竜の説明じゃなくって、名乗りの音声が1番から8番まで入ってましたね。トリガーの充電器も一緒です。じゃ、いよいよ問題はこれですよ。このデラックス充電池ですね。00番から23番までの24体の充電流の名前を、ダダダダというね、かなり音声が長い充電池なので、ガブティラでカーニバルの場合はどうなるんですかね。ガブティラ、ステゴッチ、ドリケラとか言うんですよね。では噛みつかせます。なんかよくわかんないや。なんかよくわかんないですけど、まあ、これも長い音声入ってましたね。いや、デラックス充電池はガブティラでカーニバルに噛みつかせてもデラックスな音声ですね。さすが全充電池の個別音声に対応っていう時あって、ちゃんとこういう限定充電池でもガブティラとは違う音声が出ましたね。どの充電池もかなり面白い音声でした。個人的にはこの名乗り音声が聞けるスペシャルブレイブ充電池の音声が結構気に入りました。以上、ガブティラでカーニバルを使っての限定充電池の音声確認レビューでした。